羽田五郎は室町時代後期の主。古くは羽門殿と記されている。その実態に関しては、不明な点が多いが、通常京都小国寺の崩壊門前に住み、足利義政の要命を受けていたとされる。当時崩壊門前には主たちが集まっており、その製品は崩壊門塗りと称されていたが、羽田五郎もその中の一人であったという説が取られる。 しかし確実な資料を書きながらも伝説的な側面を備えていることから、羽田五郎を江戸時代に作られた伝説的人物と見る向きが強い。特に問題となるのは、茶器の夏目は羽田が村田事故のために作ったのが最初であるという説である。しかし、夏目が茶会期に登場するようになるのは竹の女王の没後であることから、これは信用しがたい。このため、 藤田美術館他に、羽田五郎作の伝来を持つ、古様の夏目が数点現存しているものの、これらを直ちに着機として、当時に作られたものと見るわけにはいかない。それよりもこれらに共通する吐け目の立った薄毛の塗りは、夏目が本来日用品であった実態を伺わせるものだろう。なお、足がやはずになった黒塗りの四方本を、羽田本と称しているが、これも、 羽田の総意と伝えられている。ありがとうございます。